いつでも笑っていたいのに、どうして悲しみがこみ上げてくるんだろう。これはあなたの物語。はじめまして、ライリー。新しい命とともに感情も生まれるの。私は喜び。俺は怒り、曲がったことは許さないぜ。これでも食らえ。僕はビビリ、ライリーを危険から守ってるんだ。ダメ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 。なにこの匂い。私ムカムカよ。いや、いやだ、ムカつく。私は悲しみ、私の役割はわからないのよ。私たちみんなでライリーを守り幸せにするの。ボールの中には思い出がいっぱい。ほとんどがハッピーのはずが。みんなに転校生を紹介するわ。ボールに触っちゃダメよ。なんか変なのよ。やめて。あ、ダメダメ。ここはどこ？どうすればいいの？頭で動かないぞ。喜びがいないと。さあ、急いで司令部に戻らなきゃ。喜びと悲しみを失った少女ライリー。司令部の場所を知ってる？もちろん、あの列車に乗っていくんだ。このままでは彼女の心が壊れてしまう。ライリーには私たちが必要なの。めちゃくちゃになってく。そんな、もうダメかも。大丈夫。悲しみに隠された驚くべき秘密。私だってライリーのために。そしてライリーを待ち受ける運命とは。諦めちゃダメ。ライリーの感情が消えてしまう。時間がないわ。信じてライリー、明日はきっといい日になるわ。インサイドヘッド。